ソフィア・コアレフスカヤ、ソフィア・バシー・リーヴナコアレフスカヤ、ローマ、ョ表記、ソフィア・ワシリーバナコアレウスカヤ、1850年1月15日、ユリウス歴1月3日モスクワから1891年2月10日、ユリウス歴1月29日トックホルムは、ロシア帝国の数学者。愛称は、ソーニャ・コアレフスカヤは、コバレフスカヤとも訳される。旧姓は、 コールビンイコールクルコフスカヤ。ロシアでは初めて、ヨーロッパを含めても三番目に、大学教授の地位を得た女性である。ちなみに一番目は、ラウラ・バッシ二番目は、マリアガエターナ・アニエージで、いずれもイタリア人である。1850年、モスクワで生まれる。父はの砲兵大将校、後に、陸軍中将、1800年から1874年、出会った。 彼は、タタールイコール、リトアニアイコールウクライナ系の貴族の家系である、クリコフスキーとも一員で、ソフィアが後に語ったところでは、父バシーリーは、自身を、ハンガリー王、マーチャーシュ、マテアス・コルビヌスとポーランドの勇士クルコフスキーの娘の間にできた子の園子孫であり、ポーランド古来の貴族であると自負していた。1858年、彼と兄弟らが、 再三にわたって申請した結果、ロシア政府当局は彼らに貴族としての地位を認め、姓を、コールビンイコール、クルコーフスキーとして仮名に、コールビン、ラテン語のカラスに由来する、クルコフスキーの文章を付け加えることを許可した。ちなみに、クルコーフスキー、クルコフスキーもポーランド語の、渡りガラスが語源である。母親エリザベータ不要ドロブナシューベルトは、 ドイツ系のロシア貴族の出身で、その父は、正会員での、祖父は、さらに著名なテオドール・シューベルと、ロシア5名、ペテルブルク科学アカデミー正会員の数学者、天文学者であり、夫よりも教養豊かな女性であった。姉に、作家で、パリコミューンにも参加した、革命家の1843年から1887年、弟に、 ロシア帝国軍軍の将軍になるを持つソフィアは幼少期をゲンベラルーシ共和国で過ごした。幼少期のソフィアが数学に関心を持つようになったきっかけは父とおじによって与えられた。父は家の子供部屋の壁紙が足りなくなった時に軍隊で美積文学を学んでいた頃に使ったオストログナツキーの教科書を破いて貼り付けておいたので。 ソフィアは数学記号を眺めながら成長することになった。おじっぴトル・るバシーリエビチクルコフスキーは独学で数学を研究したアマチュア数学者だった。ソフィアはこの変わり者のおじに憧れ、彼から数学を教わり、子供の頃から不思議に思っていた記号の意味を理解して関心を深めたという。しかし、当時のロシアではどれだけ才能があっても女性は、 大学に入れなかったので、以下に見るように、彼女が功績を成し遂げたのも、それを評価したのもほとんどが、外国においてのことであるはそのためである。ソフィアの父は彼女に数学の勉強をやめさせてしまった。そのため彼女は家族が寝静まった夜中に借りてきた大数学の本などをこっそりと読んでいたという。ソフィアが十二歳の時、近所に住んでいた物理学の教授が、 工学に関する本を彼女に与えたところ、当時まだ三角関数を知らなかったソフィアは自力でそれを解釈しようとした。彼女は三角関数が数学の歴史において展開されてきたのと同じ方法で、それについて説明してみせたので、行転した教授は彼女をパスカルのサイライトまで呼び、家庭教師をつけて数学の研究を続けさせてやれと彼女の父に嘆願し、父も折れたという。 常実の通り、当時のロシア人女性は、国内で高等教育を受けることができなかった。しかも夫や父親の許可証なしに家族と別居して、外国へ行くこともできなかったのである。そのため、ドイツやフランスの大学へ留学することに憧れていた、上流階級の進歩的な女性たちの間では、やむを得ず偽装結婚するものが多かった。父から許しをもらえるとは考えられなかったので、 ソーニャも同じ手段を取ることにして、1868年、若き地質学、古生物学者と契約結婚した。1869年、コアレフスカヤはハイデルベルク大学へ出発するが、ここでも女性の入学は受け付けていないということを知らされる。なんとか大学当局へ食い下がり、講師の許可を得た上で非公式の聴講生として受講する許しを得て、 レオ・ケーニヒス・ベルガーの下で、楕円関数を学ぶ。他に、グスタフ・キルヒホフ、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツらの物理学の講義も受け、受講はしていないが、ロベルト・ブンゼントも地具を得ている。産学期間を優秀な成績で修了した。彼らは皆当時珍しかった、女性数学研究者の才能に賛談している。直接指導に当たったケーニヒス・ベルガーは、 自分の死であるカール・ワイエル・シュトラスに耐える尊敬の念を常々語っていたので、コワレフスカヤは、ワイエル・シュトラスの下で学ぶ決意を固め、1871年に、ベルリン大学へ向かう。また、もともと革命運動に共感していたコワレフスカヤは、この年にパリコミューン下のパリを訪れ、コミューンの負傷者の看護を行っている。後には、姉、アンナの夫で、 革命家のの監獄からの救出にも手を貸している。ワイエル・シュトラスははじめコアレフスカヤの弟子入りを断ろうと思い、テストを兼ねて難しい問題を出すが、彼女が難なく解いたのを見てその才能を知り、以後ワイエル・シュトラスはコアレフスカヤが早すぎる死を迎えるまで講師にわたる指導者、協力者となる。ワイエル・シュトラスは彼女を自分の講義に迎え入れようとするが、しかし、 ここでも女性であるがゆえに、大学表現会から拒否されたため、コアレフスカヤの家庭教師として、4年間にわたって、個人的な訓導を授ける。4年間のワイエル・シュトラスの指導を受けたコアレフスカヤは、研究テーマを3つの論文をまとめ、1874年、ゲッティンゲン大学から、インアブセンティア、インアブセンシャ高等試験の免除で数学の位が、授与された。 これらの論文のテーマは、変微分方程式についての理論、それを適用した土星の間の形についての研究、アーベル積分についての研究である。特にクレレシ、クレル、S ジャーナルに発表された変微分方程式についての研究は、初期値問題の解の存在と一位性を示したもので、現在では、コーシーイコールコワレフスカヤの定理として知られ、コーシーが得意解を コアレフスカヤが一般会を与えて理論を完成させた。また、第三種アーベル積分の明瞭なある区分の還元についてと題されたアーベル積分に関する論文はワイエルシュトラスの研究を拡張させたものでアーベル積分をより簡単な楕円積分に帰着される方法を与えている。その後、この論文は1848年にアクタ・マセマティカ氏に掲載された。 この年、夫ウラジーミルトの中は契約結婚から、本当の結婚になっている。また、同年に彼女はロシアへ戻ったが、この学位とアイエル・シュトラスの強い推挙により、数学者としての名声は知れわた、いたにもかかわらず、やはり、サンクトペテルブルク大学で職を得ることはできず、声がかかった中で最もマシな職は小学校の算数の先生であったという。落胆の上に、 父の死なども重なったため、コアレフスカヤは、気晴らしのため社交界デビューしたり文学に手を染めたりなどして、コアレフスカヤの文祭については、その他を参照。以後六年間にわたり、数学からは手を引くこととなり、ワイエルシュトラスとの交友も途絶える。容姿が優れていたため社交界では、有名になるが、1878年に娘を産んで、周りが静かになったのをきっかけにして、 再び数学への情熱が目覚める。1880年、コアレフスカヤは、モスクワへ行くが、大学で博士号試験を受けることは認められなかった。翌年、教授職を得るため彼女は、モスクワを去り、ワイエルシュトラスを頼って、ベルリンとパリ向かった。モスクワを去ったのには、事業に失敗していこう彼女と意見の合わなくなっていた。夫との別居という意味も含まれていた。 1882年から彼女は結晶体における光の屈折に関する研究に打ち込み3本の論文を執筆する。ただし、この論文が依拠していたガブリエル・ラメの研究に含まれているのと同じ誤りを犯していくことが1916年ビート・ボルテラによって指摘された。1883年3月、パリ滞在時によっと、コアレフスキーが自殺。 ショックを受けた彼女は、引きこもり、虚食、失神、目を覚ますと同時に、手元のノートに数式を書き殴る、という、すさんだ生活を続けることになったが、同年の秋には立ち直った。1884年秋、密クイコールレフラー、スウェーデンの数学者、コアレフスカヤと同じく、ワイエルシュトラスの弟子で、彼の伝記も書いた。関数論、大円関数論。 アーベル関数論など、当時ストックホルム大学の学長だったの昌平により、ついに、ストックホルム大学の非常勤講師の地位を得て、後1889年には、ロシア人女性としては、初の大学教授になった。ストックホルムは、彼女の修正の地となる。修正の地となるストックホルムで、教授職を務める一方、アーベル関数についての新しい理論を適用する。 ことにより論文、固定点をめぐる合体の回転についてを完成させ、1888年に、この研究論文に対して、パリの科学アカデミーからボール、断章が与えられた。この論文の重要性は、疑いようもないものだったので、賞金が当初予定されていた3000フランから5000フラン、増額されたという、1889年、この分野における、 第二の研究成果によってスウェーデン科学アカデミー賞を受賞した。また同年、チビシェフラの推挙によってコアレフスカヤはサンクトペテルブク科学アカデミー初の女性メンバーになった。1891年、コアレフスカヤはストックホルムでインフルエンザと肺炎を併発し、41歳の若さで没した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。